さあ、始まりました東京スキャンダルクラブ。出た、いやさあ、来ました。最高。今回も今をときめくセクシー女優さんたちと街で支えられるエッチな噂を検証していきたいと思います。はい、ムーディーズ専属青井吹です。私が中に驚いたのはがちっちゃすぎて入ったのに気づかなかった時です。三浜由衣です。私はフルーツの匂いのするゴムがあるらしいと聞いたこと。あ、中に、はい、経験があるんですか。ゴムの、あ、そうです、年上の方が教えてくれました。なるほど、それはちょっと驚いたということですね。はい、小野園玲奈です。でするときに、うん、行くよママって言われました。すごい、そう、入ってると思ったら入ってました。ルカ大中です、よろしくお願いします。じゃなくて方に、はい、いやでもちょっとママの後だったんで、いやいやいや十分十分大丈夫ですか。十分です、すごいです。さあ、今回のゲスト、令和のキングオブギャガー、この方でございます。どうも皆さんこんにちは。見たらわかると思いますが、マルハンの従業員でーす。マルハンじゃないでしょ。え、知ってますよ。それえ、あ、でも今朝ね、俺怖かったんですよね、はいはいはい、収録中にね、ちょっとね、ね、そういう気分になる。全然やるから。え、あるある。で僕今日最高の現場っすね今日ね。チクスと撲滅委員会っていうのをやってて、ちょっとごめんなさい、初耳ですね。ビスとかっていう、ずっとチをどんだけの両手で、なんかしててもにしても挿入してても手伸ばしてこうずっとやられると腹立ってくる。こう入れながらこうこんなし、そう、それダメ。そいつ誰やね。検証する噂こちら。セックスで大切なことは全てセクシー女優が教えてくれるらしい。これも大好評企画でございまして第3弾でございます。まあ秋とかどんな悩みがあるのかというようなことは、悩みとかあるんですか。いや、ありますよ、ぜひ聞いていただきたい今日は。本当ですか、わかりました。セックスだと何分くっついていたら女性は満足します。私もすぐシャワー OK で、でその後にポンポンギュッチュッってやったらもう OK です。私はもうシャワー行かないでほしい、くっついてたいって思っててほしい。ポンポンギュッチュッですよね。ああ、だからポンポン、やっぱポンポンギュッチュはあ、もう必須やねんね。マストですね。マスト。東京スキャンダルクラブ。ちょっとなくてこの話になっちゃうんですけど急におしっこの話これですよねっていう。